もしもし、用件は何かしら。私のパートナーが決まったですって。はあ、人生でこんなに憂鬱な気分になったのは初めてだわ。深いため息をついているのは、裏社会でその名を知らぬ者はいない優秀な殺し屋、アルカラム一族の人間。しかも一族の中でも最強と謳われるシュガーアルカラムです。何やら憂鬱な出来事が控えているようですね。失礼します。どうぞ。はじめまして、シュガーアルカラム。僕はシュクレ・ハレルソン。話に聞いているとは思うけど。シュクレ・ハレイソン、俳優一家の末弟で優秀なヒットマンだった叔父にその運動神経と頭脳を買われて養子として引き取られ、自身も殺し屋の道へ進んだ男。過去に始末してきた人数は3桁超え。過去には大統領の愛人暗殺も成功させたと聞くわ。その甘いマスクのおかげで対女性の任務の方が成功率は高いと聞くわね。まさかそこまで調べ上げられているとは思わなかったな。いつかこういう日が来ると分かっていたわ。だから自分の相手候補になり得る人間のことは片っ端から調べていたの。シュガーが言うこういう日とは、シュガーが伴侶を迎える日のことを指していました。アルカラム一族は一族繁栄のため最も適しているとされる5000の組み合わせの中からパートナーを選び、結婚することが義務付けられているのです。その5000の組み合わせはアルカラム一族の長たちによって選ばれます。あなたに不満があるとかそういう話じゃないの。ただ私は自分が結婚するという未来がどうにもピンときていなくて。そう、でもこの決定には逆らえない。ただ一つだけこの結婚を破談にする方法があることを知っているかい？何ですって？簡単な話だよ。僕がこの一族にふさわしくない人間だと分かればいい。君は現状アルカラム一族最強に近い存在なんだろう。なら君が僕の実力を認めなければ、オサだって考え直すんじゃないかな。それで僕を追い出すことができれば時間稼ぎにもなるだろう。この男、5000人の中から選ばれるだけのことはあるわね。彼にとって私との結婚は正直成立してもしなくてもいい。さらに言えば、私とやり合うことでアルカラム一族の実力を把握することもできる。考え込んだ結果、シュガーはシュクレの提案に乗ることを決めました。あなたの考えは分かったわ。でもね、一つだけ教えてあげる。なんだい？あなたが思う50倍、私は強いわよ。それはそれは、お手並み拝見だね。シュガー VS シュクレ。それからシュガーたちはオサたちに提案し、シュクレが自分のパートナーにふさわしいかテストする許可をもらうことに成功。期間は1週間。シュガーは攻撃を仕掛け続け、仕留めればシュガーの勝利。結婚は破談。再度慎重に相手選びがスタートされる。逆にシュクレが自分の身を守り続ければ観念して結婚ということに。こうしてシュガーとシュクレの壮絶な殺し合いが始まりました。こんな茶番さっさと終わらせてやるわ。何ですって？この矢は全て刃先にしびれ薬が塗ってあるね。かすめただけでもその場から動けなくなる。毒を塗らないのは僕を生かすためなのか、自分でとどめを刺すためなのか。どうしてわかったの？僕は耳がいいんだ。これだけの矢を大量に放つには機械の力を借りる必要があるだろう。機械の起動、稼働音、それに矢は飛んでくるとき風を切る音がする。僕からすればスイッチを押された瞬間に矢がいられた場所がわかるから、風向きを計算すれば何本でも避けられるさ。まだ殺し合いは始まったばかりよ。そうだね、次も楽しみにしてるよ。それからもシュガーは自身の経験を生かして様々な罠を仕掛けていきました。唐突に現れる落とし穴、触っただけで命を落とすドアノブ、超小型時限爆弾などなど。
自分が仕掛けられた時厄介だと思うものばかり用意していたのです。しかしシュクレは涼しい顔をしてどれもこれも華麗に防御していくのでした。これだけことが思惑通りに運ばなければ普通の人ならイライラしたり焦ったりするでしょう。ですがシュガーの中で気持ちに変化が現れ始めていました。私が知る限りこの罠を全て避けることができた人間はいない。さすがにハルカラムが最も注視している殺し屋一族の一つの出身ということかしら。ハレイソン一族はアルカラム一族とは違い、ここ最近出てきた殺し屋一族というのもシュクレの叔父が一人で始めたことなのです。そしてそのバディとしてシュクレが選出された、いわば二人だけの組織。ではなぜシュクレの叔父は貴重な戦力であるシュクレをアルカラム一族に差し出したのか、シュガーの中で疑問が膨らんでいきました。どうしたんだい？今日は殺し合い最終日だ。そんな分かりやすい尾行じゃ僕を仕留められないことくらいさすがに分かってもらえたと思っていたんだけど。あなたの実力は嫌ってほど分かったわ。実力ではなくマインドのテストがしたいの。 OK、 何が聞きたい？あなたはなぜアルカラム一族とのお見合いを受け入れたの？やぶから棒になんだい。確かにアルカラム一族の結婚相手に選ばれるというのは重大だわ。でも決して拒否権がないわけじゃない。アルカラム一族と結婚する人間は大なり小なり利益を得てやってくる。あなたは一体何の利益を得てここにいるの？そう、アルカラム一族に迎えられる人間は一族から莫大な見返りを得ることができました。望めば財産も地位も手に入れることができる。シュガーはシュクレが手に入れたものが何か知りたかったのです。そうだな、自由かな。はあ？君もそんな顔をするんだね。君も知っているだろうけど、ハレイソン家の殺し屋はおじと僕の二人。僕は養子として迎えられたと言ったけど、あれは建前の話。僕は両親からおじに売られたんだ。どういうこと？僕の家は俳優一家、何かしら芸能に秀でた才能が必要だった。でも僕が両親から受け継いだ才能は容姿の良さだけ。芝居も歌もダンスも何もかもその辺は点でダメでね。芸能界で生きていけない子供はいらないっておじに話したら、逆におじは僕の別の才能にずっと目をつけていたらしくて、そのまま買い取られたのさ。1億円でね。そうだったの。それから僕はおじから殺し屋としてのイロハを徹底的に叩き込まれ、おじの操り人形のように仕事をこなしてきた。1億円以上の働きをしてもらわないと困るってね。でもまあそれ以上稼いだところで僕が解放されることなんてない。一生この世界で生きていくなら僕は最低限の自由が欲しい。おじから解放されて一人の人間になりたい。それが僕がアルカラム一族に求めた見返りだよ。わからないわ。あなたほどの実力があればそんな腐れ外道さっさと仕留められたでしょ。僕がおじに何かすればおじの仲間が僕の家族を手にかけるって口酸っぱく脅されていてね。売り飛ばされたとはいえ、まあ家族への情は捨てられなかったって話さ。だから本音を言えば僕は君に結婚を受け入れてほしい。この一族のためにできることは何でもしようと思っている。僕をあの悪魔から解放してくれたこの一族のためにね。シュクレの目から嘘を感じ取ることはできなかったシュガー。一歩一歩シュクレの方へと近づいていきます。本当は金だの名誉だのなんて答えたら私の最後の手段を使ってあなたを仕留めようと思っていたわ。最後の手って？結婚式で誓いのキスをするときに口の中で毒玉を噛んであなたに飲ませようと思ってたの。確かにそれは分かっていても拒否できないかもしれないな。でもそれ君は大丈夫なの？アルカラム一族は
生まれた時から何十種類もの毒耐性を身につけるから問題ないわ。なるほど、そりゃ勝ち目がないわけだ。それで僕は君の花婿試験に合格したんだろうか。言わなくてもわかるでしょ。さっさと行くわよ。僕の奥さんは素直じゃないし口下手ってことがわかったよ。うるさいわね、殺すわよ君に殺されるなら喜んで。こうして二人は正式に夫婦となりました。一族繁栄のために最低でも子供は三人欲しいわね。三人か、賑やかで楽しそうだね。名前は何にしよう。僕たちみたいに関連性があるといいよね。関連性？え？だってシュクレはフランス語でシュガーって意味だよ。僕たち本質的には同じ名前なんだ。君のお見合い資料を渡された時、自由が欲しいのももちろんだったけど、名前に運命を感じたんだよね。シュガー？なんでもないわ。子供の名前はま、生まれたら考えましょう。そうだね。出産において男にできることが少なくて申し訳ないけど、全力でサポートするから何でも言ってね。その間にあなたはアルカラム一族の掟を全て覚えるのよ。子供たちにも教えていかなくちゃいけないんだから。任せておいて。こう見えて暗記は得意なんだ。1年後。あー、なんて可愛らしいんだろう。記念すべき長女の誕生ね。名前は考えてきてくれたのかしら？もちろん。この中からシュガーに選んでほしいんだけど。そうね。じゃあこの子の名前はショコラアルカラムにしましょう。いい名前だ。きっと君によく似たクールな女の子になるよ。数年後、カカオとガーナも生まれて、これで子供を3人授かるミッションはクリアね。出産をミッションと割り切るあたり、ほんと徹底してるよね。やることは山積みよ。それぞれの個性を見極めて育成の方向性を立てるの。アルカラム一族流の育て方ってことかい？そうよ。100の適性テストを経て、それぞれの得意分野を見出すの。例えばショコラは圧倒的に頭脳派ね。獲物は基本的なものだけ抑えて、PC や AI なんかを伸ばしていくことがいいでしょうね。ガーナはいろんな意味で心配だけど、一番いいものをあてがうわ。カカオは唯一の男の子なわけだけど。あの子は、おそらく子供たちの中で最も殺しの才能に秀でた子でしょうね。私の教えたことを異常なスピードで吸収していくし、苦手な武器がない。さらに言えば頭の出来もいい。まあ専門分野としてショコラを鍛えれば、ショコラの方が頭は良くなりそうだけど、アルカラム一族独特の狂気に満ちた殺しの才能という点で言えば、カカオが一番でしょうね。アルカラム一族最強の君がそう言うんだ。素晴らしい逸材が生まれたことに感謝しよう。あー、お兄ちゃんがぶった。弱っちい君が悪いんだよ。カカオ、あなた一応兄なんだから力加減はしなさいよ。はいはい。どこぞの中二みたいなセリフだね。力が欲しいなら修行あるのみだよ、ガーナ。まったくあの子たちは。ほらガーナ、こっちへおいで。手当てをしてあげよう。カカオも、レディーの顔を叩くなんて紳士として失格だ。スマートな殺し屋であるためには紳士である必要があるんだぞ。わかったよ、父さん。ショコラも、下の子が喧嘩していたら止めなさい。殺し屋だからといって無意味に暴力を振るっていいことにはならないんだぞ。わかったわ。よし、いい子たちだ。お前たちは父さんたちの自慢の子だよ。シュクレは穏やかに子供たちを導き、シュガーは厳しく子供たちを導きました。飴と鞭の役割をこなすいい父と母になっていったのです。何よりシュクレはアルカラムの外から来た人間なので、ただ冷徹なだけでなく、
愛情を持って子育てをしており、その姿勢はシュガーも密かに見習っている点なのでした。数年後、それから数年、シュクレは任務のために一時期国を離れていました。しかしシュガーからの知らせを受けて、一時的に黒猫国へ帰国することに。シュガー、あら早かったわね。そりゃそうだろう、いきなり養子を迎えたなんて言われたら。経緯は話した通りよ。一族に同盟の力を持った人間が加われば、より強大な一族になることは間違いないわ。課長は君だ、君の判断に従うよ。それでどんな子なんだい？名前はビター・アルカラム。顔はすでに整形済みよ。力もある程度コントロールできるように。何？反対意見があるなら聞くわよ。いや違うんだ、この子、その僕と髪の色が似てるから。生まれた子は見事に私そっくりだから、一人くらいあなたに似た子がいてもいいかと思ったのよ。ありがとう、こんなに嬉しいことはないよ。早くビターに会いたいな。もういるわ、あなたの後ろよ。え？驚いた、本当に見事な透明化だね。強越至極。僕はシュクレ・アルカラム。ビターと同じで元はアルカラムの人間じゃない。でも同じ時間を過ごすことで一族の人間になることはできる。だから安心するといい。彼女と僕が君を導いていくと約束するよ。狂気乱舞。いつか四字熟語以外で会話できるようになるといいね。こうして6人家族になり、しばらくは平和な時期を過ごすことに。しかしその事件は唐突に発生したのです。変だわ、母さん。母さん、どうしたの？ショコラ、レーダーがおかしいの。この屋敷にかなり大きな戦力が向かっていると捉えているけど、監視カメラには映ってないわ。もしかすると地下攻撃かもしれないわ。なに落ち着くんだ、ガーナ。武器を取って母さんたちのところへ急ごう。みんな無事か？ええ、ただ状況はかなりまずいわ。おそらく敵国が開発した地下を掘り進める戦車がこちらに向かっている。なんだって？現在アルカラム一族が邸宅を構える国は、先月から戦争に巻き込まれていたのです。そして敵国がターゲットに捉えたのがアルカラム一族。戦争に参加して根絶やしにする作戦だったのです。戦争の情報は随時収集していたけど、まさかこちらに主力の戦車を投入するなんて予想外だわ。さすがに地下からの攻撃を防げるような屋敷じゃないだろう。絶対絶命だね。やだ、まだ死にたくないよ。落ち着きなさい、屋敷までの到達にはまだ時間があるわ。そんなこと言ったって、この状況をどうやって打破するっていうのさ。戦車の情報は僕らも持ってる。軍事兵器の中でも最新の戦闘力で、それが地下からやってくるんだ。今回の戦争でこの国が苦戦すると言われている理由もそれだろ。それに狙われたらこんな屋敷一瞬で吹っ飛ぶじゃないか。カカオの冷静な分析はもちろんシュガーも分かっていたことです。そして現在対策を立てている真っ最中で、まだ打開策が見当たっていなかったのも事実でした。重たい空気が流れる中、シュクレが一言発します。みんな、この家には母さんしか頼れる人間がいないのかい？まあ課長は母さんだし、父さんは最近家にいなかったじゃないか。そりゃそうなんだけどさ、父さんだってただ海外で遊んでたわけじゃないんだよ。本当にいいタイミングで戻ってきてよかった。どういうことなの？さあ家族旅行と行こうじゃないか。これでアルカラム一族もおしまいだ。大砲撃て！やったやったぞ。これでこの戦争は俺たちの勝。よーし、うまくいったな。
正直これは想定外だったよ。そうね、まさかこんな立派なヘリだにゃ。父さん、このヘリは一体？父さんは海外で仕事をしながら特注のヘリを作ってもらっていたんだ。爆弾とマシンガンが搭載できて、さらに座席は全て機体外に飛び出し可能、アンドパラシュート付き。機体には非常食も入ってるんだ。すごいだろう。なんでこれを屋敷の屋上に置いてあることを半年も黙っていたのよ。ああ、ヘリの免許取れたら言おうと思ってたんだよ。いやあ、間に合ってよかったよかった。シュクレ、茶化さないで。ごめんごめん。いやでもずっと考えていたんだよ。屋敷の防御は完璧だけど、脱出手段がないのは致命的だとね。屋敷から脱出できて、さらに迎撃できるとなると、ヘリ型の戦闘機が一番だと思ったんだよ。言ってくれれば私がヘリの運転くらい。それはダメだ。君はアルカラム一族の要なんだよ。君の使命は一族のために少しでも長く生きること。そして僕の使命は自分の命を懸けて家族の命を守ることだ。一族繁栄のためにならこの命も惜しくない。だから危険な運転は僕の仕事、操縦席は譲らないよ。馬鹿な人。こうしてアルカラム一族は難を逃れ、隣国の別邸へと住処を移すことになりました。しかしシュガーの顔は暗いままです。このままではダメだわ。ムーンショット計画、これだわ。シュガーが口にしたムーンショット計画、この計画こそがシュガーとシュクレの運命を大きく動かしていくことに。シュクレ、話があるの。君からそう言われるときは決まって面倒な案件って分かってるよ。実はねえビター、最近母さんたちの様子が変だと思わない？上位統合。何やら神妙な面持ちの二人はアルカラム一族の子供たち、長女のショコラと長男のビターです。ちなみに上位統合とはお互いの気持ちがぴったり合うという意味。どうやらショコラもビターも最近両親の行動に不信感を抱くことがあるようでした。これはいわば調子会議のようです。半年前に黒猫王国が戦争に巻き込まれ、屋敷を壊されて隣国の別邸に避難するところまではいいわ。でも黒猫王国に本邸を再建設して、母さんは別邸に留まり、私たちは本邸に送り返す。どう考えてもおかしいわよ。課長は母さんなのよ。よっぽど危険な任務をしているとか。ビターは普段大量の思考を巡らせるため、端的に言葉を伝えるために四字熟語で会話するというコミュ障です。しかしショコラとはこのように話し込むことも多いため、時々四字熟語が外れるようでした。危険な任務に子供を足手まといってのはわかるけど、父さんも定期的に本邸を離れているわ。行き先は十中八九隣国の別邸でしょうね。おおむね好意。また創作四字熟語。まあいいわ。とにかくあの二人が何をしているか突き止めないと。その話僕にも一口乗らせておくれよ。私もあんたたち、いつから聞いてたの？たまたま通りかかったら二人が話し込んでいたから、仲間外れの予感を感じてね。母さんからも言われているだろう、四人で力を合わせなさいって。答えになっていないのよ。まあいいわ、どうせ最初から聞いてたんでしょ。二人が何を企んでいるか突き止めたいの。一つはっきりさせておきたいんだけど、姉さんはどうして母さんたちの企みを暴きたいんだい？正直今までも家を空けることなんて珍しいことじゃなかったはずだ。この国は先月まで戦争に巻き込まれていた国なのよ。いくらセキュリティや逃亡手段を念入りにしたからといって、私たちから離れる選択をするのは最善とは考えられない。父さんがずっと屋敷にいるかと聞かれたらそういうわけでもない。一族の繁栄に重きを置く人間の行動としては
矛盾しているわ。ま、その意見については同意見だね。母さんたちが企てていることが私たちの命以上に優先されることで、かつ子供でも協力できることなら根底から別邸に戻るべきだと私は思う。そのために全てを突き止め交渉材料を集めたいの。逆に僕たちに協力できないことだったら、この本邸で何としてでも生き延びるということで間違ってないかい？そういうこと。私は自分たちの命が危険にさらされているこの状況に納得できる理由が欲しいのよ。彼らは子供とはいえアルカラム一族の人間です。現状を冷静に分析し、最善の行動を取るために何をするべきか常に考えています。今回で言えば、ショコラは安全とは言えない国で子供だけで本邸暮らしをさせるという状況が一族の血を絶やしてはならないというアルカラム一族の教えに反すると考えました。そのため自分たちの命以上に一族にとって大事な何かについて両親が動いている場合は、この危険な状況も受け入れるという覚悟だったのです。それじゃあ具体的にどう動くか話し合う必要があるね。何か策はあるのかい、姉さん。そうね、アルカラム一族は実力社会であると同時に生まれの順も大切にしています。上は下を守り、下は上に従う。両親がいない場合はチョコラが兄弟を取りまとめることになります。カカオが普段リーダーを買って出ないのは意外と生まれの順が関係しているのかもしれませんね。うちの子供たちはもうそんなに堅実的な話し合いができるのか。感心だね。父さん。ただいま。家を開けがちですまないね。でもみんなまだまだ爪が甘いな。どういうことだい？この屋敷の部屋にはすべて監視カメラと盗聴器が仕掛けてある。つまりみんなが普段何をしているかは筒抜けというわけだ。そんな恥ずかしいにゃ。プライベートはどうなってるのよ。しょうがないだろう。何かあった時迎撃装置を作動させないといけないし、屋敷中に張り巡らせた罠を作動させないといけないし。この屋敷はいつの間にかからくり屋敷になったのかしら。母さんが子供たちを守る最善の手を用意しているということだよ。母さんが本邸にいることが一番の最善の手だと思うけど。みんなの不安はよくわかるよ。父さんも母さんに子供たちに何も説明せず別邸にこもることは反対したんだ。ただ今回のこと誰にも漏らすわけにはいかなかったんだ。もったいぶってないでさっさと話してくれたらいいだろ。僕たちが誰かに情報漏洩するはずないんだから。そうだね。それじゃあみんなそこに座りなさい。こうして父であるシュクレの口から母であるシュガーが現在何をしているのか語られることになったのです。みんなはムーンショット計画という言葉を聞いたことはあるかな？完全初耳。それビタお兄ちゃんの創作四字熟語？超大正解。お兄ちゃんの創作四字熟語で辞書欲しい。難しい辞書は苦手だけど、それなら読めそう。二人とも静かにしなさい。ムーンショット計画は私も聞いたことがないわ。僕もないね。ムーンショット計画とは、人が体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現を目指す計画の名称だよ。2050年までに望む人は誰でも身体的能力、認知能力、および知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させるというものさ。簡単に言ってしまえば、制限のある肉体から人間を解き放ち、電脳世界で新たな人間社会を構築するといった感じかな。その壮大な計画に子供たちはポカンとしてしまいました。確かに世の中のインターネット技術は普及し、スマホや PC は日常生活に欠かせないものとなり、VR など仮想空間にダイブするゲームも登場するなど、その技術の発展を
肌身で感じることができます。しかし実際に肉体から解放されることが現実的に起こり得ると考えたことはなかったのです。人間は常に不老不死を夢見ており、肉体からの解放を願っている。アルカラム一族もその考えには肯定的で、母さんはその計画に関係する研究を独自に進めている。父さんもその手伝いをしているんだよ。母さんがそのムーンショット計画を主導しているってこと？いや、あくまでムーンショット計画は政府が主導して行っていることで、母さんはアルカラム一族の発展のために独自で研究を進めている。つまりこの計画を悟られると政府に目をつけられる可能性があるということなんだ。だから母さんは誰にも言わず別邸にこもっているわけだね。そういうことだ。父さんが本邸を開けるのは、母さんの手伝いの他に様々な国にアルカラム一族の別邸を建設しているからなんだよ。どうしてそんなにお家を増やす必要があるの？政府に嗅ぎつけられた時すぐに拠点を移すためさ。 PC 類やダミーの書類をあえて残すことで政府が別邸にガサ入れするだろう。時間稼ぎ対策ってわけだ。ただ研究内容はかなり複雑かつ膨大なものになってきている。理想は屋敷での研究を感づかれないこと。だからこそみんなには本邸で生活してもらう必要があるんだ。なるほど、そういうわけか。え、何？どういうこと？私たちの予想通りってことよ。アルカラム一族が子供を手放してまで研究に没頭しているとは考えにくい。私たちが本邸で生活している限り、研究の主体はこの本邸であると考えるはず。つまりこの本邸はおとりというわけね。私たちおとりにされてるの？合理的なおとりだと思うけどね。ガーナがショックを受けるのも無理はない。ただ、さっき説明したようにこの本邸は再建設する際にセキュリティを格段に向上させている。ヘリも自動運転機能で別邸まで飛んでいけるようになっているから、ただ乗るだけで問題ないし、地下室には隠し扉があって、そこはミサイルの迎撃にも耐えられる頑丈さだ。加えて食料の備蓄も十分。その隠し扉について説明を全く受けていないんだけど。あ、それはごめん、すっかり忘れていたよ。ああ、まさかカラクリ屋敷になっているとも知らずに生活していたとはね。父さん、屋敷の地図を兄弟分渡してくれないと困るよ。その地図も敵に渡ることは避けたい。というわけで、今から口頭で一度だけ説明するから、みんなはそれを頭に叩き込むように。アルカラム一族の子供たちならこれくらい朝飯前だろ。当然。金婚一番。金婚？気持ちを引き締めてことに臨むことって意味よ。ガーナもぼーっとしてないで頭にしっかり叩き込みなさい。またお勉強だよ。こうして子供たちはシュクレから屋敷の設計や仕掛けの数、地下室、屋上への抜け道、武器の隠し場所など様々なことを叩き込まれることに。これはカラクリ屋敷に加えて武器屋敷って感じだね。そうね、絵画をずらせば隠し扉があって、その中に銃が入っているし、階段から3歩進んだ場所を強く踏んだら床が抜けて地下扉への隠し通路が出てくるし、しかもどれも子供じゃないと通れないサイズだから追いかけられることもないもんね。最強要塞。逆を言えばこの屋敷はみんなの幼少期を守ることだけを考えて作られている。体が大きくなったらその時はまた屋敷を作り変えるだろうね。母さんが子供たちを見捨てるはずがないだろう。これで少しは母さんの考えを肯定する気になったかい、ショコラ？別に見捨てられるなんて思ってないわ。ショコラは長女でいろいろ気を張ることも多いだろうけど、悩んだ時は母さんでも父さんでも相談していいんだ。
両親の企みを暴こうなんて聞いたときはさすがに驚いたよ。シュクレはそう言ってショコラの頭を優しく撫でます。シュガーは基本厳しい子育て方針なので、こうやって子供を甘やかすことはありません。だからこそシュクレの優しさにショコラはほんの少し泣きそうになっていたのでした。私はアルカラム一族の人間だもの。この命が一族のためにあることもちゃんと理解してるわ。だから母さんが私たちの命を粗末にしようとしてるなら、たとえ相手が母さんでも戦おうと思っただけ。そうじゃないならきちんと言いつけに従うわ。そうか、ありがとう。これからもよろしく頼むよ、お姉ちゃん。半年後。それから半年、子供たちは父親のシュクレから手ほどきを受けつつ、おのおの修行に励むことに。ショコラはシュガーからの指令で屋敷のシステムを一括管理。シュクレにも相談しつつ、屋敷のセキュリティ強化に努めていました。ビターは透明化の能力を活かして、屋敷周辺のパトロールや、街に出て怪しい動きがないか情報収集する係を担当。カカオは屋敷の壁からランダムで発射される攻撃を避けるなど、戦闘能力を強化中。シュガーが作ったカリキュラムを毎月こなすことが彼に与えられた任務でした。一方、末娘のガーナは爆弾作りを猛練習。よく作業場で誤爆を起こしては姉たちに叱られる毎日を過ごしていました。あの子たちの伸び具合は半端じゃないね。さすが、君の子供たちだよ。アルカラムに生まれたんだから当然よ。この研究が完成すれば、一族はさらなる高みを目指せる。ああ、君ならやれるさ、シュガー。それじゃ、行くわよ。あれ？お父さん、どうしたの？なんだか顔色が悪いよ。ああ、最近寝不足気味なんだよね。母さんの研究が忙しいの？そうだね。というより普通に国を行ったり来たりするのが大変なんだよ。父さんはパスポートを使わないで常に裏ルートで出入国してるからさ。さらっととんでもないことを言うね。今度その方法についても教えてほしいね。将来役に立ちそうだ。父さん？ショコラ、レーダーとカメラの確認。10キロ南方だ。わかったわ。シュクレは殺し屋の中でも随一の聴力の良さを持っています。シュガーと結婚する際に仕掛けられた殺し合いバトルでも、その耳の良さにシュガーは常に手を焼いていました。今回も音の違和感に気づいたのでしょう。子供たちを連れてモニターの前に移動すると、猛スピードで戦車がこちらに向かっていたのです。戦車だにゃー。どうして新しい邸宅の場所が分かったの？それに戦車だなんて。政府が母さんの研究に感づいた。それ以外に可能性があるのかい？その言葉に全員息を飲みます。しかしシュクレは至って冷静でした。カカオの言う通りだろう。だけどね、あの戦車は国が所有するものじゃない。なんだって？父さんは耳がいい。音を聞き違えることはない。あの馬力、きっと最新のものだろう。政府が雇った殺し屋の可能性がある。こんなド派手に動く殺し屋なんて聞いたことがないわ。だからこそ不気味なんだ。正直この屋敷が襲われる可能性は十分に考えていた。政府が軍隊を派遣することだって想定していたさ。でもやってきたのは戦車一台。しかも政府のものじゃない。想定外すぎてどのルートで動くか。シュクレにとってもこの事態は想定外だったようです。すると部屋にシュガーの声が響きます。みんな落ち着きなさい。ひとまず地下室に逃げなさい。屋敷の仕掛けや武器の稼働は地下室にある遠隔装置でも可能よ。それに地下室にはヘリポートへ続くはしごも用意してある。いいわね？了解。おっしゃー、突っ込むぞ。兄貴、いいんですかい？こんな新品の戦車でこんなこと。依頼主がいいって言ってんだからいいんだよ。深入りしたらやべえことくらいおめえでもわかるだろ。ぐっ、いけ戦車爆弾。戦車が突っ込んで
全員衝撃に備えろ。戦車が突っ込んできたらおそらく大爆発が起きるぞ。そんなまさか。ジュクレの予想通り、戦車は屋敷の壁にぶつかり爆発。屋敷を覆っていた壁は吹っ飛びました。そして一人の人間が降り立ったのです。うん、いい仕事をしてくれたね。どうもありがとう、二人とも。お安いご用で。うわ、新品の戦車が。君たちはこのことを本部に報告に戻ってくれ。あとは僕一人で問題ない。えい、さあショータイムと行こうじゃないか、アルカラム一族ご一行様。あこ、怖いよ。あ、落ち着くんだ。まだ壁を壊されただけで屋敷に潜入したとは考えにくい。ヘリに乗り込めば。すると地下室の壁が壊れる音がしました。ショコラ、ビタ、カカオ、ガーナを囲んで後ろに下がれ。お前が立派に父親をやっているとはね。涙が出そうだよ、シュクレ。お前、まさか。父さん。お前たちに命令だ。今すぐルートウェイでこの屋敷を脱出しろ。でも。命令だ。この時、壁が落下した影響で地下室にはコンクリートの塵が充満し、視界が不明瞭で父親が何と戦っているのか全く見ることができません。しかし子供たちはシュクレに言われ後ろに下がっていたことで、ヘリへの抜け道のすぐそばにいました。そしてショコラの手を取ったのはビターでした。わかってる、ビター。カカオ、ガーナ、行くわよ。うわぁ、どうしたシュクレ、弱くなったな。ふざけるな、お前その体。とどめだよ。お父さん。振り返るな、ガーナ。父さんの命令を忘れたか。全員生きてこの場から脱出することが父さんの命令よ。さあはしごを上がって。こうして子供たちははしごを登り、ヘリに乗り込み、屋敷からの脱出に成功しました。さようなら、シュクレ・アルカラム。アルカラム一族になんてならなければもう少し長生きできたかもしれないのにね。みんなよく生きて戻ったわ。無事じゃない、無事じゃないよ。お父さんが、お父さんが。父さんに襲いかかったあの男、一体。父さんがいなければ私たちは全滅だったわ。危機一髪。落ち込んでいる暇はないわよ。あなたたちはこれからもアルカラム一族としての使命を全うするんだから。あなたたちにプレゼントがあるの。それって？シュガーが手に持っていたのは一匹の犬型ロボットでした。こんなの気休めにもならないよ。母さんの研究の成果をそんな風に言うんじゃないよ、カカオ。私の研究について父さんから話は聞いていたわね。ええ、だけど。私の研究はすでに成功しているの。父さんの意識、人格は電脳仮想空間にコピーしてあって、肉体的な死は意味を持たない段階に入ったの。この AI 犬は肉体から解放されたシュクレ・アルカラムなのよ。というわけで今日からはAI 犬としてお前たちを見守ることにするよ。こんなことが。でもおかしいじゃないか、研究が成功しているなら母さんがいち早く AI 化するはずだろう。あなたたちが一人前になるまでは修行をつけるためにも肉体を手放すのは非効率と考えていたの。父さんの件は完全に想定外だった。でもこれではっきりしたわ。何がさ？この研究が政府に狙われているってことがね。シュクレ、話があるの。君からそう言われるときは決まって面倒な案件って分かってるよ。実はシュクレ、
体の調子は問題ない？ああ、でもまさか君が作ってくれていたボディが犬だったとは想定外だったけどね。さすがに人間のボディを用意する技術はなくてね。でもそのロボ犬はこれからどんどんバージョンアップしていくから、あとはロボ犬をメンテナンスしているときはモニターに映ることもできるから。犬の姿もいいけど、こうやって人間時代の姿で君と話せるのはやっぱり嬉しいね。バカなことを言ってないで、さ、研究を再開するわよ。シュガーが推し進めるアルカラム一族 AI 化計画、それは政府が現在研究を進めているムーンショット計画からインスパイアされたものでした。ムーンショット計画とは、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会の実現を目指す計画の名称。2050年までに望む人は誰でも身体的能力、認知能力、および知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させること。簡単に言ってしまえば、制限のある肉体から人間を解き放ち、電脳世界で新たな人間社会を構築するというものでした。人間を死という制約から解放する。ある意味、近畿的なその研究。前回アルカラム一族は政府が雇った謎の殺し屋の攻撃を受け、本帝とシュクレの命を失うことに。シュガーもこの事態を重く見ていました。この研究が政府に狙われていることは間違いない。私がこの研究を続けるうちは、いえ、この研究を知る者を始末するまで、政府はアルカラム一族に執着し続けるかもしれない。それはあまりにリスキーだね。研究を続けた上でアルカラムの命も守る。私の人生で最高難度のミッションだわ。シュガー、バタついて話せていなかったんだけど、僕を仕留めた殺し屋について情報を共有したい。子供たちには？もちろん言うさ。ただその、わかったわ。まずは私から聞かせてもらうわね。僕を手にかけた殺し屋は、えい！えい！そんなヘナチョコ当たるわけないだろ。これが実戦なら10秒後にガーナは死んでるわね。油断大敵。透明化できる殺し屋なんてあんたくらいよ。子供たちは現在4人それぞれの得意分野を生かして合同訓練の真っ最中。対戦成績はビター、カカオ、ショコラ、ガーナの順に。意外かと思うかもしれませんが、ビターは自身を透明化するだけでなく、所持しているものも透明化するというチート能力。加えて殺しの腕もピカイチなので、カカオが兄弟の中で最も手を焼く存在だったのです。よし、ビター兄さん、頂上戦争と行こうじゃないか。力戦奮闘。いい？ガーナ、あなたは一番年下だし、体も小さいし、できることが私たちより少ないのも仕方がないわ。だけどあなたは私たちにはない爆弾という武器を持っている。これを生かすためにあなたにできることをしっかり考えなさい。はーい。それにしても屋敷を襲ったあの殺し屋、一体何者なのかしら。父さんに聞けば一発でわかるんじゃないかい。ほとんど聞き取れなかったけど、初対面というわけではなさそうだったし。でも父さんが有益と判断するなら、私たちにすぐ説明するはずじゃない。向こうが言ってくるまで私たちは自分にできることを。やあやあ子供たち、元気に修行してるかな。お母さん、お父さん。ショコラ、あなたが殺し屋について聞いてこなかった理由は恐怖心からかしら？そんなんじゃない。ただ、私は、あの殺し屋は必ずあなたたちのことも狙ってくる。その現実から逃げてはいけないわ。そのうち恐怖心に耐える修行も積まないとね。ふん。それで、父さんをやった殺し屋は誰なんだい？目星がつけば、対策の立てようはいくらでもあるはずだけど。それについては、父さんから説明しよう。ただ、ほぼ役には立てないと思う。どういうことよ。僕がアルカラムに来る前、
人の殺し屋だった頃の話さ。巷で恐ろしい殺人鬼の噂が蔓延していた。ただし誰も姿を見たことがなく、名前を聞いたこともない。それが現れたら命の終わりだから、みんなはこう呼んだ。エンドとね。聞いたことのない殺し屋だな。それだけの凶悪犯、僕らの耳に入っていないのはおかしいじゃないか。僕は一度だけエンドと対峙したことがある。そして生きながらえた唯一の男だった。エンドは言った。次に会う時がお前のエンドだとね。それってつまり、奴は有言実行を果たしたということになるね。怖いな。待って、それがエンドの名前が広まっていないことと何の関係があるの？エンドは政府に買われた可能性があるということよ。その言葉に子供たちはハッとします。つまりエンドの情報について世に出回らないよう政府がコントロールしているということです。そしてエンドがさらに強い力を得たのも政府の企みではないかと。屋敷で退治した時、エンドの体は明らかに違うものになっていた。それが改造されたものなのか何なのかはわからないが、エンドは政府の犬となり、そして強大な力を手に入れたということだけが手に入れている唯一の事実。そしてその強大な力がこれからアルカラム一族を狙うということが分かっている唯一の現実よ。正直勝てる気がしないんだけど。完全同意。二人が揃って弱気なことを言うなんて珍しいと言いたいところだけど、そりゃそうだよね。でも政府側からこちらをすぐに殲滅させるということはないと思う。どうしてさ。母さんの研究を手に入れることが政府最大の目的だからだよ。一番気をつけることは、僕たちが政府に捕まり交渉材料にならないように気をつけること。つまり勝つのではなく逃げ延びることが優先ということね。正解だよ、ショコラ。僕たちには限られているが時間はある。その間に姿をくらませる準備をしよう。それからショコラは少しでも政府のデータバンクから情報が引き出せないか解析を手伝ってほしい。わかったわ。この計画は誰にも渡さない。アルカラム一族の未来のためにも、このミッション必ず成功させるわよ。なぜ？こうして一致団結してシュガーの研究を守ることを使命としたアルカラム一族たち。しかしシュクレには消えない不安の影がつきまとっていました。シュガー、身を隠す方法だけど、それぞれ散らばることも視野に入れたらどうだろうか。時間稼ぎには有効だけど、守りという意味では効果が下がるわね。世界に点在するアルカラム一族たち、みんなの腕は信用しているけれど、一族の核は今私たちの元にあると言っても過言ではないわ。私とあなたの元に子供を置くことが最善だと思うけど。それは誰もが知っていることだ。誰もが知っていることだからこそ裏を書く必要もあるんじゃないかい。例えば本邸に残すのは二人、残り二人を君が一番信用のおける人間に託すとか。ま、案の一つには入れましょう。シュクレはこの本邸が襲われると確信しており、交渉材料となり得る子供たちをなるべく本邸から遠ざけたい考えでした。しかしシュガーは子供たちは自分が守ることが一番効率的と考えており、意見は平行線をたどることに。私にできることはとりあえず爆弾をたくさん作ることだよね。よし、やるぞ。末娘のガーナールカラム見つけた。次男のカカオアルカラムも、あ、島ゲットだぜ。静かだわ。父さんが死んで3日、動くならそろそろだと思うんだけど。どうも、集荷に上がりました黒猫配達です。なんちゃって。あんたはシュクレからどこまで聞いてるのかな。
僕は昔、そうだな、エンドって呼ばれていた男だよ。仮面をつけてはいますが、ついにエンドの姿が現れました。そのお面はまるでピエロ。表情を察することはできませんでしたが、その声を聞いただけで背筋が震えるほど狂気に満ちていることが分かりました。さあ、あとは長女のショコラ、君で仕上げだよ。ふざけ。遅いな、遅い遅い。本当にシュクレの血を継いでいるのか。お子ちゃまはねんねの時間だよ。どうしたの？変だ。子供たちの声が全く聞こえなくなって3分以上経つ。いくらかくれんぼしていると言っても、これは異常だ。その言葉にシュガーの目つきが変わります。子供たちの GPS は？ GPS は正常だ。そして4人とも同じ場所にいる。ただ、ここはどこだ？全く覚えのない場所だぞ。悩んでる暇はない。すぐに向かいましょう。いや、僕が先に行く。シュガーは最後までここで待機していてくれ。シュクレ。生身の君より死ぬ確率がゼロの僕が調査に行くことが賢明だろう。それにこのボディ、いろんなバージョンを作っていることも知っている。どこで嗅ぎつけたんだか。犬ボディだからね。もし僕に何かあっても大丈夫。情報は逐一送るから、何かあったら援護を頼むよ。分かったわ。言いたいことは山ほどあるシュガーでしたが、これまでの口喧嘩の勝敗は意外にもシュクレの圧勝。シュクレはシュガーにはない視点を持つ頭脳派なのです。そして一人で何とかするという時間があまりにも長すぎたシュガーに協調性を持たせたなかなかの人物でもありました。今行くぞ子供たち。くっそー、出してこのピエロお面野郎。騒ぐんじゃないよ、みっともない。その視線、シュガーアルカラムを思わせるね。まあ姉さんは一番母さんに似てるよね。それでいて名前はショコラ。ショコラはフランス語でチョコレート。フランス語の名前を授けたのは父の名前がフランス語だからかな。いいな、さすが長女だな。何？何なのこいつ。さっきからジロジロと気持ち悪い。ねえ、そこの伝説の殺人鬼さん。何かな？次男のカカオアルカラム君？君は政府の手先なの？手先というのは美しくないな。僕は僕の目的のためにここにいるんだよ。それは、うちの母さんの計画を盗むこと？それとも、父さんの関係があるのかい？その言葉に、エンドの目つきが変わったことを、兄弟たちは見逃しませんでした。カカオ君、君の洞察力は、シュクレ譲りなのかな？いいね。興奮してきたよ。気持ち悪いよ、この人。ああ。僕は正直君に二番興味がないんだよね。だから好きなだけ気持ち悪がってくれていいよ。あ？どういうことよ。ちなみに一番興味ないのはビター君だね。透明化は魅力的だけど、それまでだしな。複雑回帰。カカオ君、君の素晴らしい洞察力を称えて一つ教えてあげよう。君の言う通り、僕は正直シュガーアルカラムの計画はどうだっていいんだ。目的はシュクレただ一人。じゃあなんで殺してしまったんだい？瞬殺じゃもったいないじゃないか。肉体からの解放がこの計画の真髄。シュクレを AI 化第1号にすることが僕の計画に必要不可欠だったのさ。何言ってるのかわかんないよ。怖すぎる。
なあ、聞いてるんだろ？シュクレ。お前の執着がここまでとは思わなかったよ、エンド。お父さん？え？どこどこ？どこ？ガーナの髪飾りに仕込んだスピーカーから父さんの声が響いているんだよ。今父さんは基地から離れたところにいる。でも中の様子はガーナの髪飾りに仕込んだカメラから見ているから安心してくれ。私のリボンがいつの間にかメカメカリボンに？父さん、こいつに一体何したの？まるで父さんに粘着している激キモストーカーだわ。同感だね。父さんは女性だけじゃなく男性にもモテる男だったのかい？爆裂色男。余裕そうだね、僕の子供たちは。それよりエンド、お前の要求は何だ？もちろん僕が今手を組んでいる政府の要望であるシュガー・アルカラムの計画を奪取すること。僕の要望は研究の成功個体であるシュクレ・アルカラムを奪取することさ。なるほどね。え？どういうこと？要は生身の人間の父さんを自分のものにすることはできないけど、 AI 犬になった父さんなら研究成功個体という大義名分で奪うことができるだろう。あははは、さすが。ショコラとカカオは察しがいいね。ますます欲しいな。僕の子供を気持ち悪い目で見るのはやめてもらおうか。くそ、やられたよ。眠らせることに成功したようね。ああ、君がボディに強力な睡眠薬を仕込んでくれたおかげだ。さて、今からエンドを移動させて。シュクレ、課長として命令するわ。何かな？子供たち全員を連れて今送った地図の指定場所へ向かいなさい。エンド、まさか見逃すなんて言わないだろうね。私に策があるの。どんな結果になるとしても必ずそれを受け入れて。課長は君だ。従うよ。ありがとう。叶わない願いだけど、もう一度だけ君を抱きしめたかったな。シュクレ。肉体からの解放は素晴らしい。でも肉体があるからこそ得られた喜びがある。それを忘れないで、シュガー。ねえ、胸に刻むわ、シュクレ。こうしてシュクレは子供たちを縄で縛り、引っ張ってその場を後にしました。睡眠ガスを噴射し、自身の50倍の重さを持ち上げることができるスーパーボディを持つシュクレ。シュガーの言いつけ通り、指定された場所へ向かいます。そこは崖の上で、崖の向こうにはシュガーとエンドが横たわっていました。ここで一体何をしようって言うんだい、シュガー。ここは。起きたか。さあ、こっちおいで。母さんの戦いを目に焼き付けるんだ。おや、これはこれは、シュガー・アルカラム様じゃありませんか。よくも私の家族をコケにしてくれたわね。コケになんてしていないさ。僕なりの愛だよ。気持ち悪いザレ言はその辺にしなさい。さあ、取引を。あなたが私たちから一切手を引くなら、命だけは助けてあげる。僕は一対一でもあなたに負ける気はしないけどね。取引に応じないならこのボタンを押す。それは？私が進めていた AI 化計画のデリートボタンよ。ふん。でも残念、答えはノーだ。計画が手に入らないなら一族を皆殺しにするよう命令が出ているからね。そう。じゃあここで一緒に死にましょう。母さん、一体何を？父さん、すぐ助けに行かなくちゃ。お母さんが死んじゃうよ。父さん。ダメだ。母さんの命令はこの崖から見守ること。ここから動くことは許されない。だけど。さようなら、私の可愛い子供たち。まさかここまでやるなんてね。
アルカラム一族の意志の強さをなめていたよ。計画はパーになり、私の命も消えていく。でも死なばもろともよ、あなたの命をメイドの土産にさせてもらうわ。残念でした。今日の健闘をたたえて教えてあげる。僕もシュクレと同じで改造人間ってこと。それじゃあバーイ。エンドは機械の羽を羽ばたかせ、どこかへと消えていきました。そしてその姿を見て子供たちは絶望するのです。お母さん、お母さん、これじゃ母さんが無駄死にじゃない。腹綿が煮えくり返るっていうのはこういうことを言うんだろうね。みんな落ち着きなさい。これがどうして落ち着いていられるっていうのよ。みっともなく取り乱すんじゃありません。それでもアルカラム一族なの？お母さん、やられたわ。そりゃ母さんが無駄死になんてするはずなかったか。AI 化計画の完全なる成功。その通りよ。そもそも父さんが AI 喧嘩できて、私が AI 化できない理由があると思った？私の研究の基盤は成功しているのよ。私のデータは何重にもコピーされている。こうやって電脳世界で情報を集め続け、体が用意できれば父さんみたいに外で稼働することもできるわ。どうしてこんな面倒なことを。説明願いたいね、課長殿。珍しい、お父さんがちょっと怒ってる。状況として、私は世間的には死んだことになった方が好都合だと思ったの。研究データもデリートしたと思わせることができたし、エンドにそれなりの重傷を負わせることと、エンドが改造人間という情報も手に入れた。これでアルカラム一族のさらなる繁栄に一歩近づいたわね。さらっと衝撃の事実を次々に口にする母の姿を見て、我が母親ながらなんと恐ろしいと子供たちは寒気を覚えることに。一族の血の繁栄は若い世代のあなたたちに任せることにするわ。私はアルカラム一族の教えを伝え、この AI 研究をさらに深めていくつもりよ。というわけだ。父さんもうすうす感づいていたが、話すことは得策ではないと判断して黙っていてすまない。父さんはロボ犬としてお前たちをサポートするからな。お父さん、それって一体。母さんからもらったこのボディでできないことはない。まずはこの超高速ナイフを避けてみよ。こうして AI 犬のシュクレにより最強の殺し屋へと成長していたアルカラム一族の4人の子供たち。4人の過去の物語についてはまたいつかの機会に。